シャックです。マッツンです。今日のテーマはやっぱ限界なのか、サクラメントキングス。聞いた、やめてくれキングス。蓋を開けてみると、昨日ね、僕たちウルブズ会やったけれども、やりましたよ。まあ今までのチーム通りなね、結果になってるというか、予想通りと、はい、その一つがサクラメントキングスだね。そうね。今日はそんなサクラメントキングスについて、今後ねどうしていけばいいのかっていうところを考えつつ、そして最後は八村塁のね最新状況についてもお伝えしていきたいと思います。ぜひ、ね、今日も最後まで楽しんでいただいて、高評価ボタンポチッと押していただいて、またの方忘れずチャンネル登録いただけると嬉しいです。嬉しいです。それでは行きましょう。キングスはね、先月の10月は勝ち越してたわけやけれども、勝ち越しました。今月11月に関しては直近6試合でなんと1勝5敗とかなり苦しんでる状況。辛いね。いろいろ問題を抱える昨日ウルブズとの対戦も、ほんと格下のウルブズ相手に後半失速してしまって、勝たないといけない試合を落としてしまった。これはロケツもワンチャン勝てるかもしれないっていうところも期待は出てくるけどね。キングスといえばさ、例えばディアロン・フォックスだったりとか、いるよ、マックス・フォックスですよ。そう、今シーズンハリソン・バーンズだったりだとか、タレントレベルだったらウィザーズみたいに準オールスタークラスが揃ってるようなチーム、もうバランスは悪くないと。うん。やけれども今シーズン結局はここまで6勝9敗と今負け越してしまってるような状況です。その原因とは。そんな状況下にね、チームの不満は結構今監督のこのルーク・ウォルトンに向けられてるって話があって、うん、ウォルトンでかない。ウォルトンもともとね、あの NBA 選手ですから。あ、やっぱでかいのね。はい。トリスタン・トンプソンが先日の試合の後に、このルーク・ウォルトンから別にインスピレーションを受けることは本当何もないっていうのを話すぐらいまでさ、そんな言うたんだよ。しかもベテランよ。嫌やな、ベテランにバレたら。ベテランがそういうことを言ってしまうような状況になってるわけよ。次の日会いたないわ、うん、先日の参戦ではウォルトンがこのマービン・バグリーを呼んだんけれども、彼がね試合にこうチェックインすることはなくて。どういうこと？出たくないってこと？そう、それを拒否するっていう事態も発生した。そんなことある？そう、むちゃくちゃやんっていう、結構むちゃくちゃなことがいろいろ起きつつあるよね。ルーキーズ初期みたいなね、うん、なので今この選手と監督の結構溝ができてくるんちゃうかっていう話がまあ言われてる。頑張れ川戸。もともとさ、キングスは今シーズン始まる前に、まあ、ルーク・ウォルトンの続投を決定したわけやけれども、彼は2019年からチームを指揮してて、頑張ってますよ。2年連続31勝41敗っていう負け越してしまってるんで。全く一緒ね。そう、全く一緒。いや、なんで今シーズンも続投やねんっていうのはいろんなところから批判が出てたわけやけれども、ただもともとは実はウォルトンは NBA 選手だったっていうこともあって、実は選手との関係性を作るのがすごい得意だっていうことを買われて、今回は続投が決まったわけよ。なるほどな。うまくいってんや。せやねん。ただそれが今シーズン全く逆の状況になってるわけね。嫌われてる。そう。でもやっぱでけえな。そう。いや、ウォルトンはね、レイカーズのロールプレイヤーとしてはまずまずええ選手だったからね。成績良かったんや。せやで。あの2004年優勝できなかったけれども、シャック・コービー&マローン・ペイトン時代にロスターに名を連ねた選手だから。あのヤバい時、あのヤバい時ここにいたんや。そう、いろいろ問題抱えるキングスだけれども、チーム全体としての課題は引き続きこのディフェンスにあって、やっぱり勝てへんとかディフェンスがへちょいね。まあその傾向結構強いよな。ディフェンシブレーティングは実は 109.7 で今リーグ23位。低めやね、うん。去年実はこれ30位やったんで、まあ、昨シーズンよりも改善されてるところは間違いなくあんねんけれども。上がったのかロケッツが下がったのかみたいなね。まあ、ロケッツはもうずっと低迷してるからね。今もう何十連敗か忘れましたけれども。もう数えんのやめよう。実はペイントエリア内での得点は、実は相手に1試合 51.1 ポイントを与えてて。ボコボコや。そう、これなんとリーグ最下位の数字。出た、ロケッツ以下。そして相手に与えるセカンドチャンスのポイント。これは1試合 16.4 ポイントで、これもなんとリーグ最下位。まあリバウンド頑張れと。しかもこのセカンドチャンスポイントって昨シーズンは14点やったので、昨シーズンよりも相手にこう献上してしまってるような状況。これも監督云々あんたらの気持ち次第やろみたいなのもあるよっていうこともあるから、一概に監督ってわけでもないし、もちろんそのルーク・ウォルトンも含めていろんな戦術を練ってるわけやねんけれども、なかなかそれがねチームとして噛み合ってこないっていうところがなかなかもどかしいところ。難しいねこういうのは、うん、キングスといえば、まあ、今年こそプレーオフを目指してるチームであることは間違いないんで。何回かキングスになるぞ言うてたよ俺ら。せやで、実はキングスって2005、2006シーズン以降プレーオフに出てないよね。すごいね。それでも応援するファン偉いね。いやほんまに俺ロケッツファンでまだいる。しかも近くにはレイカーズがクリッパーズがロサンゼルスのチームあるのに。お前浮気せずにね。そう、偉いよ。サクラメントを応援し続けるって、まあ、本当にねもうリスペクトやねんけれども。愛あるな。そう、まあそれぐらい今16シーズンぶりに今シーズンこそっていうのをかけてるチームであんねんけれども、なかなかここまで成績が来てないっていうことを見ると、今後キングスが
大きくねロスターを一掃してくる可能性は十分あるのかなっていうような状況です。急にバー動くかもね、うん、このエースディアロン・フォックスは実は今シーズン現在ここまで1試合 20.3 ポイント 6.2 アシスト、フィールドゴール 41.8%、 スリーポイントは 24.3% と実はこの4つのスタッツの部門で昨シーズンよりもポイント下がってるわけよね。頑張れよ。そう、なかなか苦しんでる。そして課題のインサイドは現在このメテューがねやっぱ先発をしないっていうような状況で、この彼にとってはかなりちょっと荷が重すぎるわけよ。メテューには辛い。サマーリーグで結構乱闘起こしたりしてるからね。違う競技行きなさいよ。先ほど話したマービン・バグリーはもうすでにプレータイムがなくて賛成、うん、もうすでに奇跡濃厚になってるし、このバディ・ヒールドも昨シーズンからはトレードの噂が出てて、みんな出てんじゃんここは。せやで、しかもヒールドは今シーズンからついにスタメン落ちてしまった。もう出ていくやん、うん、そしてハリソン・バーンズは僕たちもね前回絶好調な選手でも紹介した通りええ感じやねんけれども、アリバンになってきたんやろ。そう、ただこれ見方変えると実は今が一番市場価値が高いんで、今のじゃ。そう、しかもかつ契約が来シーズンまでなんで売りやすい。そう、 A アセットになる可能性もあるよね。もらいやすい。そう、なので正直確実に今後もチームに残り続ける選手といえばキャリアベストの活躍してるこのリショーン・ホームズ、まあ、頑張ってはんねや。そして2年目のタイリーズ・ハリバートン、そしてルーキーのデイビオン・ミッチェル、彼はいるでしょ、ミッチェルですよ。まあ、この辺りぐらいなんかなっていうような所感は持ってますよ。だいぶリニューアルやな。だいぶリニューアル。正直その他は誰が動いてもおかしくないような状況。せっかくマックス・フォックスになったのに。そう。大丈夫、まあ、今シーズンはね、マックス契約ものだと思ったら結構つまずいてる選手もいるから。怖いね、マックス契約って。いや、怖いよ。もう本当に球団もそうやし、選手側としても。まあ、ある意味こう、プレッシャーベットしないといけないというか。頑張らなあかんからな、うん。ここまで結構トレードの可能性ある選手上げてきたけれども、一番はこのマービン・バグリー3世と多分バディ・ヒールドあたりだと思うねんけれども。この2人か。うん。なので彼らを出して、例えばインサイドでね、本当にスタメンを張れるぐらいの。セカンドチャンスを与えへんやつね。そう、選手が来てくれると、まずはね、キングスとしては面白くなってくるのかなと思う。個人的にはね、例えば彼ら2人を出して、ペーサーズのマイルズ・ターナーを取りに行くとかね。こういうくだり大体出てくるよ。大体出てくる。もうお決まりのパターンになってきてるけど、もろってくれ。ターナーもね今シーズンいい働きしてるけれども、なかなかサボニストのスペーシングみたいなもんでもあるわけで、キャラちょっと被るんだよね、うん、ペイサーズもちょっと今苦しんでるっていうところもあって、ターナーが来てね、このインサイドの要として活躍していただく、お互い味変ね。そしてペイサーズが獲得したこの2人は、アグリーは、ね、外からもあるんで打てると。そう、サボニストもそんなにこうポジションが食わないっていうところだったりとか、邪魔しません。バディヒールドに関しても、例えば今シーズンペイサーズで言えばルバートだったりとか、ウォーレンがまだ怪我勝ちなんで、ルーキーのデュアレットの控えとしてヒールドを取れるっていうのは、これペイサーズにとってはなくはない面白いトレード案なんじゃないかなっていうのは個人的に思ってる。そしてもう一つはバレンチュナスを取りに行くとかね。あ、もうチュナスを幸せにしてくれ。キングス来て幸せになれるかは同じ感じになるやん。チュナスやめたって。いや確かに、ちょっとこれやめましょう。チュナスウォリアーズとか言って、ほんま。いや確かにチュナスには幸せなのどうしようねんけど。例えばちょっとねキングスは来てもらえると、まあ割とねこういかつさが増すというか、まあ、キングスファン的には嬉しいやろうね、うん、しかもバグリーもザイオンともスペース食わないっていうのもあるんで、確かにな、ここら辺はちょっと面白いかなっていうのは個人的に思ってる。このキングスのルーク・ウォルトンの監督含めて選手がねどう動いていくのか、間違いなくトレーデッドライン前には何かしらの動きがあるはずなんで、動かな、むしろ多いってなるな、うん、この辺のサクラメントがどう動いていくのかっていうのは引き続き注目です。サクラメントキングス名前めちゃめちゃかっこいいんだけどね、ほんまにね、未だにあのクリス・ウェバー、マイク・ビビーの止まってるからね。曇ってる、また出てるよ。そうそう、あの写真、また曇ってる。また俺検索しちゃうそれ。あのバック背景はこれからの20年のことを示唆してたのかもしれない。あれカメラマンディレクションミスってるやろ。ほんまにもうちょい明るい写真にせえよ。あったはずやで。そして最後、八村塁の最新状況についても簡単にお伝えしていきます。お、復帰ですか。なんとね、復帰はちょっとまだやねんけれども、じゃあ来週からウィザーズの下部組織の G リーグチームキャピタルシティ55と一緒に練習をしていくみたいです。もう一回言って、キャピタルシティ55。ダサい。そう、ダサいね。なんで？いや俺ね今突っ込まれへんようにさらっと言ったつもりやねんけど、ワシントンウィザーズってまあかっこや、うん、キャピタルシティ55。そうそう、ちょっとやばいね。最後の図とかさ、なんか数とかあるやん、なんとか図、ユニフォームちょ見たいね、八村のその姿。ちょっと見たいね。まあ試合出るか分からへんけれども、とりあえず全体練習はそっから練習、うん、始まっていくって話が言われてます。まあ、無双するなら試合出てほしいね。出てほしいね。以上、ここまでサクラメントキングスが今後どうなるという話についてお届けしてきました。頑張れ。あなたは今シーズンのキングスについてどう思いますか。また誰が来るとより強くなると思いますか。ぜひコメント欄でいろんな意見聞かせてください。コメントお待ちしてます。
そしてこの動画面白かったとかためになったと思っていただければ、まだチャンネル登録いただいてない方はこの機会にぜひチャンネル登録ボタンポチッと押していただいて、明日以降もね僕たちこういった動画配信していくので楽しみにお待ちください。ほぼ毎日更新してます。そして最後におもこめ今日のおもこめは何？今日はですね、前回やりました。サンズ絶好調の回から。羨ましいね、サンズ。あれから連勝記録伸ばして、今すでに10連勝やからね。うわぁ、なりたい。なれへんな。船高さん。船高。シャックさん、スルーされ慣れてきた気がするのは私だけって。鋼のメンタル、ロケッツと同じだ。ロケッツがメンタル強いのか分からへんけど。今意外と落ち込んでるのかな。割と落ち込んでそうな感じするけどね。気にするな、お前ら。いやー、このままね、連敗記録更新してもらって。もう歴史に名を刻め。逆にね、っていうところも楽しみにしていきながら、ここまでいろんな面白いコメントを拾っていきたいと思うんで、今後もおもこめ書いていただけると嬉しいです。嬉しいです。ありがとうございました。また次回会いましょう。キング。マイクビビー復帰して。無理だろ。